1995年東京都知事選挙は、1995年4月9日に、執行された東京都知事選挙。第13回統一地方選挙の一環として、実施された、4期16年の長きにわたり、東京都知事を務めた84歳の鈴木俊一が、不出馬により優待した。バブル景気の公共に乗り、鈴木が推進してきた箱物行政の象徴的存在である、 世界都市博覧会、東京臨海副都心開発の処遇が大きな焦点になった。当時の都議会のオール与党体制に不満を持つ勢力は前の島根県出雲市長でユニークな行政手腕の評価が高かった岩国哲道を擁立した。また、マッキンゼーカンパニー出身の経営コンサルタントで平成維新の会を立ち上げたばかりの大前健一も、新、 薩長連合をスローガンに掲げて立候補した。続いて、市民、社会、公明、民社自連、連合が推薦し、先駆けが支持する石原信夫が東京都知事選では史上初のオール与党愛乗りで立候補した。石原は鈴木同様自治省出身で内閣官房副長官を務めた経験があり、鈴木都政の継承を掲げた。 あらゆる面において最有力候補とみなされうる人物だったが、阪神、淡路大震災などの影響で、官房副長官退官が2月までずれ込み、正式な出馬表明は、告示16日前という慌ただしさで、中央政界官会では、名前が知られていても、一般都民への知名度で劣る点を最後まで、払拭できなかった。そこへ、世界都市博覧会中止。 東京臨海副都心開発見直し、破綻した二審査の救済反対を掲げ、青島幸雄が無党派を標榜して出馬。告示の13日前だったが、高い知名度を生かした選挙戦を展開した。一方、1990年代に入り、体調傾向に歯止めのかからない革新勢は、日本共産党、翌年に社会党を離党し、新社会党を決闘する。 社会党左派が、早稲田大学法学部名誉教授で弁護士の黒木、サブローを擁立した。一方、元 NHK 記者で知名度の高い上田明も、市民参加型行政への転換を掲げ、社会党の一部の支持を受けて出馬し、セクト化が目立った。戦後一貫して、都知事選の常連だった、右翼諸派候補は、特殊株主への利益供与を禁じた、商法改正。 宿敵ソ連の崩壊に続き、各右翼団体の最大のパトロンだった、笹川良一の死去が痛手になり、全員姿を消した。その一方で、新人の目方文子と、山口節夫の独自の主張が一部の有権者の注目を集めた。8名、届け順。各候補の得票率、投票率は50.67%で、前回1991年の51.56%を、 わずかに下回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、教託金没収外教は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は、未発表のため暫定計算とした。オール与党愛乗りで立候補し、前知事、鈴木の後継として、 立候補していた石原の当選が有力視されていた中で無党派を掲げていた陳東が他の有力候補を退けて勝利した。石原は知名度が低くしかも出馬表明が遅れたことが響いた。この統一地方選挙では同様に元参議院議員で無党派を掲げる横山ノックも大阪府知事に当選し、投票率の向上もあって無党派層に注目が集まり、 同年の流行語大賞にも無党派がノミネートされた。ただし、都市白中止や二審訴救済反対は一部の別の候補も主張していた。1975年東京都知事選挙で、樽井翔太郎が名乗った東京都民党とは無関係各種選挙における投票率投票率東京都選挙管理委員会東京都知事選過去の選挙朝日新聞デジタル。ありがとうございます。